カウンセリングルーム、スマイルプラス代表、夫婦関係修復ハートフルアドバイザーの浅野ゆか先生です。どうぞ。いや、また笑顔がいいですね、はい、もう素晴らしい、皆さんすごいですよ、女優のような感じで、はい、どうぞどうぞ、はい、はい、いや今日もね、なんかね、はい、この前俺見にいらっしゃったけどね、はい、いらっしゃったね、そうですね、あの、うん、太陽のような感じで、もう本当にもうなんか笑顔がすっごく印象的ですよね。笑顔いいですよ、これね、笑っても大きくて、はい、怒った顔見たことないような感じですよね。はい、怒った時ないです。ないです、ないと言うからないです。ないです、ないです、本人はないです、本人はないです。というので、またいつものなんですけども、ちっちゃい時ってなんか夢とか何かあったんですか？はい、小学校の時の夢は、はい、あの警察犬の訓練士になることでした。警察犬、はい、はい、初めてですね、警察犬なんて、はい、どうせ、なんでですか？バンタン好きだったんですか？はい、家でシェパードを飼っていて、今回も、はい、はい、シェパードを訓練校に預けていたので、はい、その訓練士になりたい、はい、それで、昔なんかドラマやった刑事犬カールとかやってました、ね、あ、やってました、やってました、はい、はい、あれで憧れてました。なるほど、憧れて、はい、なるほどですね、はい、で、やっぱりそれ、あの、受けようと思ってて、はい、で、だんだんと変わってくるでしょ。はい、あの、ちゃんと警察犬訓練学校に手紙を出して聞いたら、はい、お金が儲からないからやめなさいって、はい、なるほど、そういう返事をいただいたので、はい、はい、とにかく勉強して大学を卒業してから考えなさいという返事をいただいたので、そんなの出してる学校、はい、でも、儲からないからやめなさいって言うんですよ。すごいですよね、はい、そうやってね、はい、やめなさいなんて言ってたら、はい、来なさいって言ってたら、すごいですね、はい、でそれ素直だったんですね、じゃあ素直でした。素直に入っていって、はい、て、はい、大学行って何か変わったんですか、松ちゃん。いや、あの、私結婚が早かったんで、はい、あの、すぐ売れちゃったんですね、はい、大学、在学中すごいですよ、あの、はい、在学中もう、こう見えてもお子さんがもう3人いらっしゃって、はい、え、見えない。で、で、で、はい、なん長男が29歳です。29、はい、見えない、はい、長女が24歳、見えない、3番目が14歳です。一体、一体気持ちいい、ゆか先生は何なんでしょうみたいな感じ。いや、でも、それの前に、はい、マキさんのお弟子さんだったんでしょうね、はい、あ、そうですね、そうそうそう、はい、なんか見てあげたら、はい、こういう繋がりで、はい、ね、あの、手相を、はい、はい、お受講に来られて、はい、はい、そしてそのまま、はい、はい、手相今、見れます。はい、見たらどうだったんですか、将来とかいろいろ見るって。もうね、もうこれからどんどんと開花していくんで、これからたくさん巻き込んでいく方なんですね、はい、巻き込んでいく方なんです。巻きだけに、はい、巻きだけに、はい、皆さん、はい、もう終わった後皆さん巻き込んで、あ、そう、結婚しちゃったんですか。はい、夢はもう夢子が結婚ですね。いやいや、はい、私は長女が幼稚園から小学校に上がった時に、はい、自分で何か仕事をしようということで、はい、あのリフレクソロジーを最初に習ったんですね。はい、はい、足の、はい、足の、はい、それですぐにお店出しちゃえということで、はい、あの友達 の、はい、あのビルの駅前の店に何にも考えないでお店を出して、でも出しそうでしょ、はい、何も考えて出すタイプ。昨年も考えて忘れ物がありましたよ、なんかね。なるほど、あの、その時から何も考えてないんで。私も即決派なんです。はい、即決派、はい、即決です。さっきもなんかね、なんかある買い物を即決してました。はい、即決です。即決です。はい、びっくりするぐらい即決です。はい、迷う前に行動です。はい、それで、はい、あの、なんですか、あの、すごい簡単に出して、はい、簡単に出して、その時はもう20年くらい前だったので、はい、ホームページも癒しという言葉もなかったので、うん、はい、とても繁盛しました。あ、そうだ、はい、なるほど、なるほど、あの、先にやったもん勝ちなんですね、はい、で、それでなかった、はい、その頃ね、なかったです、はい、駅前だし、はい、ですから、すごい取材も多くて、うん、はい、ちょっと検索タイミングをつかむのが上手なんですね。そうなんです、私、あ、本当にタイミングの女性なんです、本当に、はい、タイミング、そう、本当に、はい、そう、昨日も、はい、昨日も突然隣に、その前に、はい、また出会って、それでまたいろいろつながって、はい、はい、はい、いいですよね、タイミングの、はい、グッドタイミング、グッドタイミングです。それで、はい、はい、だけじゃないんですけど、はい、入ってって、私は喋ってあげて、入ってって、声かけて、入ってって、喋ってあげましょうね、喋ってあげましょうね、喋って、
で、あのね、あの、うん、今のね、あの出版されてる、ね、はい、素敵なの著書がすごい売れてるという。はい、はい、それに入ったのも何か問題があってから本書いたんでしょ。いえ、そのカウンセリングルームをやっていた時に、はい、お客様のフィードバックでを聞いてる時に、はい、心理カウンセリングというものが必要、はい、心理カウンセリングが必要だということで、はい、カウンセリングの学校に行きました。カウンセリング、はい、こんな本です、ね、はい、それでいろいろと勉強したんですけれども、はい、いろんな相談を受けているうちに夫婦関係修復、あの旦那さんの暴言モラハラに苦しんでいる方がたくさんいるということを知って、はいはい、そしてあのこちらの方にいつの間にか専門家として今名前が、はい、はいはい、あの売れてしまっております。なんか、はい、なんかきっとあのまたマスコミからいろいろ取材があるとかいいですよ、絶対。はい、結構来てます。はい、すごいですね、はい、言い方ですね、はい、それでそれ旦那さんからそういうの受けたんですか。そうでもないんですか。いや、それは受けてないです。受けてないけど書いた。はい、ですからあの誤解されてるうちの主人はとてもかわいそうなんですけど僕旦那さんされてるから、はい、そうかなと思ったら、そうじゃないわけですね。あのそれをされてて夫婦関係は継続するのは多分難しいと思います。あ、そうですよね。はい、いやでもね、よく書けましたね、それね。書けました。あのカウンセリングをして、カウンセリングをして、いろんな体験と、はいはいはい、あとちょっとした夫婦喧嘩をネタにちょっとしてるところもあります。あ、はい、ネタにしてる、はい。すごいですね。はい、深いんですよ。深いの、本当に。深さ見えないじゃないですか。なんか、あの忘れたりとか。あの、うん、このことに関してはね、もう右手のものがいないぐらい深いです。はい、覚えてますね。バンドの時よく分かってます。はい、これあのうちの塾で恋愛講座ってやってるんですよ。はい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 、でそれであのこれはもう本当に男性の心理に基づいたあのものなんですけれども、はい、その質問をした時に全部答えられたんです。はい、100点でした。初めてだった。100点。見えない。だから恋愛がうまくいかないわけがないんですよ。本当に。ですよ、忘れるし、あれするしですね。まで、ね、この能力が抜群ですね。ああ、じゃあ能力抜群です本当に。そう、どっかで物忘れなんか人足らない人がどっかば特別にねあの飛んでるんですよね。はい、はい、ね、全部できなくていいんですよね。いいんですよ。そうそうそうです。そうです。全部あの普通じゃなくて、僕が飛び抜けたんですよ。うん、はい、今日は本も忘れました。そうですね。名刺も忘れました。名刺も、はい、これ初めてです。初めてなんです。本を忘れて名刺忘れてですね。いやー本当ですよ。びっくりしましたけど。本人だけ来たのが良かったですよね。はい、そしてこうやって iPad を貸してくださるお友達が来てるという。はい、素晴らしいですね。ちゃんと貸してね。だって実数が出てるまでがない。はいはいはい。これ Amazon で検索してくれればすぐに出ますので。これいくら売ってるんですか。これは多分1500円くらいだと思います。これは電子書籍じゃなくて紙ですね。これはちゃんとした紙の書籍です。はいはい、であの、はい、Facebook メッセージをいただきまして、はい、ここの金太郎テレビで、はい、あのご縁があった方には、はい、10冊あの無料でプレゼントいたしますので、はい、メッセージをお願いいたします。そうですね。あと最後にじゃんけんで、じゃああれですよね、あの10本だったら5人や、はい、じゃあ最後に5人、あとね、これからそこでね5人にねプレゼント、あと住所教えてください、ね、あとでね、はい、わー素晴らしいですね、はい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 、はい、ダメです、ダメです、じゃんけんですダメです、ダメです、はいはい、すごいですよ。で、内容的にはどうなんですか、中身というのは。中身これはあのモラルハラスメントにを受けている方は、はい、あのどこに行ってもどこの相談機関に行っても、はい、すぐに別れなさいと、はい、言われるんです、はい、でも別れるに別れられない、いろんな事情がありますので、はい、そのモラハラのご主人と一緒に暮らしていても、はい、考え方、受け答え、はい、そういうことであの楽しく自分の心が傷つかないで前向きに暮らせる、そのアドバイス、取扱説明書、略してモラオの取説となっております。ああ、モラオの取説なんですね、はい。すごいですね。はい、ちょっとこの視点はありませんでした。でもね、旦那さんにいじめられてて、なんかなと思ったら全然違うんですね。はい、勘違いされちゃいますよね。そうですから、うちの主人かわいそうです。ごめんなさい。はい、見てると思うんですけどね、旦那さんね。でもこういう本って今まで一冊もないですよね。ないです。世の中にないんですよ、はい、本当な、はい。すごいですね。はい、そうなんです。すごいよく考え出しましたね。そうなんですよね、はあ、忘れる方なんだけど、はい、考え出しません、はい、それ才能が抜群なんですね、はい、忘れ物の癖はすごいですけど、はい、はい、本を書くのは任せてください、任せてください、すごいですね、はいはい、で、今後のなんかこうあのこうやっていきたいとか夢とかいろいろどういうのが何かありますか。はい、私は女性をサポートしたり支援したりするのがとても好きで、はい、というかもう生きがいになっておりますので、すべ、はいはい、ての女性の方に笑顔と前向きの気持ちを持ってき、はい、いただきたいということで、はいはい、女性のサポートのあのみんなが元気になるというセミナーを開きます。
もう開いたりしちゃうんですか。はい。はい、なんか、はい、いついつどこどこでやるのなんか告知でも、はい、それは4月なんですけれども、まだ場所が決まってないんですけれども、はいはいはい、3月20日にスマイルプラス、はい、私のカウンセリングルームですけれども、はいはいはい、そちらのランチ会がありますので、はい、あと残席2名ですので、はいはい、もう今日で埋まると思います、はい、埋まります、埋まりますからね、はい、銀座ランチ会です。佐藤先生の場合はやっぱりこの笑顔がすごいじゃないですか、はい、会うだけでもう元気になれるというね、お友達がやってきますよ、はい、男性たちがですね、またね、女性が元気になると男性もより元気になる、はい、女性と男性はサポートしてないわけですね、はい、男性は、マキ先生にお任せしてます。あ、男性、はい、男性はですね、はい、ですね、はい、それでそういうことですね。で、あれ、今後はあと将来ってどうなんですか。将来はずっとセミナーをやっていきますけれども、はい、大きな夢の中で、大きな夢は、はい、牧海運塾で私はちゃんとした生徒に講師になって、はい、頑張ります。真面目ですね、はい、真面目に答えてますね、なんか、はい、ちょっと真面目にしてみました。真面目にしてましたね、はい、講師としてですね、はい、はい、ということで、じゃあなんかアドバイス先生としてあるじゃないですか。そうですね、やっぱり人と人のつながりをすごく大切にされてるんですね、浅野先生は。はい、で、でやっぱりその人にプレゼントということをすごく考えてらっしゃって、はいはいはい、まず人へというのがすごく出てらっしゃる。で、人と人をつなげる、はい、いろんなパーティーでもさっき会った方をまた僕に紹介していただいたりとか、次から次へといろんな方を、ね、つなげていける、はいはいはい、ね、自分でか人に人命するんではなくって、ね、はいはい、その考え方がすごく身についてこれ嘘だで、それが染みついてらっしゃるので、はい、でどんどん人が寄ってくるんですよ。で、さらにまたプレゼントしていただけるっていうね、本当にいい相乗効果というか、ね、なるほどですね、はい、そういう考え方を持たれているので、だからさっきで、はい、でメッセージまた自殺とかね、こうプレゼントって、はい、なかなかね、素晴らしいですよね。そうですね、なんか辛いことでも、なんかその逆にそのバネにして、ね、はい、より明るく元気、人を、はい、人をより、ね、勇気を与えたい、はい、ね、そういうことができる方なんですね、はい、いや、素晴らしい、ひしひしと、いや、今日牧さんがそばにね、はい、MC で立てるのでちょうどね、引っ掛けましたんですよ、はい、初の指定、今日ですよね、はい、はい、指定対決でもないですね、そうですね、いや、素晴らしい、はい、ということで、あと交流変わりますからね、皆さんね、あと名刺交換してもらって、はい、あとでね、会場でご名ですよ、じゃあね、名刺忘れてます、あ、そうか、名刺、名刺を渡してください、ちゃんと送るんですよ、はい、わかりました、名刺もらってください、名刺いただきましたら、すぐに郵送いたしますので、はい、はい、あ、じゃんけんですからね、はい、その時に名刺も入れます、はい、ね、はい、これ会員が来るといいことありますね、ね、そうですね、これからね、はい、勉強会でね、会員の勉強、ね、講師になるってことですから、はい、本当今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、いやー、素晴らしかった、一緒に下げましょうかね、じゃあね、下げましょう。